皆さんこんにちは、バックカントリー穂高の太です。今日はバックカントリー穂高の登山教室にご参加されている方、終了された方も含めてですけども、お知らせがあります。バックカントリー穂高の登山教室は、今7回のコースになって開催してるんですけども、少し前はですね、6回のコースだったんですよ。で、6回のコースの時にやっていなかったというか、7回のコースに追加された補助ロープの講習会っていうのがあるんですけども、その講習会の追加講習というのを開催します。というのは、今年からですね、新しくその登山教室に参加された方、修了された方、参加されている方向けに、登山部っていう活動っていうのを、今年からですね、始めようと思っていて、もうすでに何回かフォーメーションをさせていただいていて、登山教室に修了された方とかもエントリーはされているんですけども、活動を始めていくのに対してもう一度だいぶご無沙汰している方もいらっしゃるし、登山教室当時受けてた方でそれがもう5年とか6年とか経っている方もいらっしゃるんで、一旦ちょっと確認させていただきたいなっていうところで、6月の1日2日2日間で登山教室の追加講習っていうのを開催する、そのための今募集をしています。受付内容に関してはですね、また皆様にメールでご案内させていただきますので、それをご覧いただいて、もし参加される方はですね、参加していただければなと思います。で、一応参加費は2日間の工程なんですけども、一応メールの方で一応参加費があります。で、参加費の方はご案内させていただきます。それからあとはですね、2023年にお申し込みされた方というか、入校された方、受講されてた方で、2022年だったかもしれないんですけども、補助ロープの講習で、その当日の講習がですね、あまりこう時間的にスムーズにいかなくて、追加で追試を受けてください、もう一回受けてくださいねって僕が説明した方、お願いしたその時の講習の受講された方は無料でですね、その時にその6月1日2日の時に受けていただければ無料になります。そのまだ登山教室の一環としてやりますので、無料になります。で、2024年今年入校された方は対象外とさせていただいて、2023年までに受講されている方を対象とします。で、終了された方は補助ロープの講習をですね、終了されている方、すでに終了されている方は有料で、2023年から以前に参加されている方になりますけども、で、今年からですね、新しくこのスマホのアプリを補助ロープの講習に取り入れて、地図読み講習の時にこのアプリの使い方、まあ一応ですね、皆さんにインストールしていただいて、このアプリ自体インストールは無料になります。で、ただ有料版っていうのもあって、無料版でも使っていけるんですけど、データの保存期間とか保存量っていうのを追加したい場合は有料版っていうのに申し込んでいただいて、おそらく960円だったと思うんですけど、それで1回有料版に入れば、あと月額いくらとかはかかんなくて、年間いくらもかかんなくて、そのままずっと使っていけるということなんですけども、このアプリですね、これを使っての講習ですね、をしていきたいので、初日はですね、このアプリの使い方から皆さんここで集まって確認させていただいて、アプリをインストールしていただいて使えるようになっていただくと。で、次の日に補助ロープの講習にプラス、やぶこぎというか、ルートファインディングというか、今までは登山道を歩くということに対しての地図読みとか、そういうものを開催していたんですけども、まあ、最近はですね、紙の地図とコンパスを使うというよりは、アプリ、ヤマップとかヤマレコとか、これはジオグラフィカというアプリなんですけども、そういったですね、スマホのアプリを使っての登山っていうのがもう主流になってきているので、そこは切り替えてですね、このアプリをですね、まあ、ヤマップ、ヤマレコに関してはですね、まあ、登山道、ルートを作ったりとか、登山道を歩く分には非常に使いやすいアプリで、ただ僕が今、メインで使っているこのジオグラフィカというアプリはですね、グループ機能っていうのがあって、特にこれ今年始めていく予定の登山部、登山教室に参加された方、修了された方対象の登山クラブっていうのを、立ち上げてやっていく中で、このグループ機能っていうのを使って活動していきたいなということで、その使い方をマスターしていただく必要があると。その登山部で活動、一緒に参加されたいっていう方は、このアプリをですね、使っていく上で、その実際の行動、活動する前にマスターしていただく必要があるので、その予備講習みたいなのも兼ねて、開催しようと思います。で、その日は、その登山部の入会される場合の、説明会も兼ねてですね、まあ、ルールをですね、一定限決めていかないと、
みんなバラバラで能力もバラバラでっていうとなかなかいろいろトラブルとか、まあ、一応登山という遊びなの でグループで活動するんでグループ内のルール、その時の活動する時のルールとかマナーとかそういうものだけちょっと確認をしたいなということで、一応説明会も兼ねて、6月の1日2日で開催しますので、もしこれから今後ですね登山教室に参加されている方限定なんですけど、もし参加しようという方はですね、興味があるっていう方、またはこのアプリを使えるようになりたいなっていう方、ジオグラフィカというアプリですね、これ非常に便利で、僕は捜索隊で活動するときはその捜索隊のチームではもうこのアプリを使うことを限定っていうか、このアプリを強制的に使ってみんな全員の位置共有をしながらですね使っています。あとのデータとかもこのアプリで取れるんで、その捜索した記録っていったところも、このアプリで取って、あとはいろんなメモもしていけるんですよ。この地図上に、ポイントを打ってメモをしていけたりとか、非常に便利です。普段の登山に使われる時も非常に便利に使えるので、そういう機能満載なので、皆さんにちょっとこれをマスターしてもらいたい。でまた、道なき道を行く、まあ捜索隊で行く時はそういう感じになるんですけど、その時の本当にルートファインディングですね、この地形図の等高線の間隔とかその前後の状況とかをこうイメージができて、そこは歩けるのか歩けないのか、どういうルートでこの今目的にしているところに行けるのかっていうところを、この本当にこのアプリがあれば、かなりそのアプリを使えるようになれば、使っていけばかなりそこの能力っていうのが自分の中にインプットされる、要は五感の部分っていうので自分のためになるアプリなので、ただルートを設定してここに登山道が書いてあって、その通りにただ歩くだけのアプリとは違うんで、そういうところをですねちょっと使えるようになってもらいたい。これそれによって皆さんのルートファインディング能力っていうのが身につくはずなので、そういうのも含めてこの登山教室でも登山部でもこのアプリを使っていく、で皆さんがこれをマスターしながら登山のレベルを上げてもらうっていうことを目的に、とりあえず6月1日2日で講習会をここで開催しますので、それに参加していただければなと思います。で一応参加費の設定はしてやって、そんな高くないですけど、それはまたメールでご案内させていただきますので、まあご無沙汰している方も含めてですね参加していただければなと思いますので、よろしくお願いします。でまあ2日間の行程なので、この安曇野でですね泊まるっていう方、宿泊をしたいという方はですね、とりあえずせっかくなので、まとめてなんか貸し切りみたいな感じで泊まれるような場所をですねちょっと探してみたいなと思いますので、もしお泊まりでっていう方はですね、またメールでご案内させていただきますので、まずメールで連絡をいただければなと思います。でその前にバックカントリー穂高から登山教室にですね参加された2014年から2023年の間に入校された方に対してメールでご案内を送りますので、それを確認していただいて、もし興味あるなという方はその後参加をしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。でまたこの講習はですね今回だけじゃなくて定期的にはやっていこうと思っていますので、また今回ちょっと参加できないなという方も次回の企画の時に参加していただければいいかなと思っていますので、よろしくお願いします。ということで今日はですね登山教室で2024年からはですねこのアプリを使ってっていうことを前提に、少しその7回のコースの時間も少し変更してですねちょっと伸ばして、このアプリの使い方っていうところの勉強会というか講習も追加して、であとは補助ロープの時の行動ですね、この活動の内容も追加して、このアプリを使ってルートファインディングができるような講習にちょっとこう今年変更してっていうことでやっていきます。でそれ以前に参加された方はそのぜひその新しいですねそのパターンの講習もちょっと味わっていただきたいな、ちょっと受けていただきたいな、マスターしていただきたいなと思いますので、そこはですね追加講習ということで参加していただければなと思いますので、お待ちしてます。またロープワークとかですねいろいろまた復習というかっていうことにもなると思います。忘れている方もいらっしゃるし、こうなんかまた疑問が湧いている方もいらっしゃると思うので、まあ、ロープとかも劣化している方もいるかもしれないんで、まあ、そこはちょっと道具の確認もさせていただいて、この新しくですねこれからの、登山に対してすごくいいアプリがあるので、そういうものも使えるようになってもらいたいということで、開催しますのでぜひ参加してください。でその登山部に参加する予定がないっていう方でも、
講習だけはですね参加したいという方は同じように参加していただければ、あの入会っていうのは、あの登山部への入会はあの特に強制ではないので、その登山部の活動もまた内容もまたその時にご説明させていただきますの で興味がある方だけあの登山部の活動にも参加してもらえればなということで、そういうことも含めて6月1日2日開催しますので、ぜひ参加をお待ちしています。まあ土日なので土日来れないという方もいらっしゃるかもしれないし、またあの次回は平日の開催っていうのも考えていますので、そういう時にまた参加していただければなと思いますので、よろしくお願いします。今日は登山教室の基礎講座を受講されている方、入講された方、終了された方、受講中の方、または途中で受講を止めている方もいらっしゃると思うんで、その方をちょっと呼び起こすために、ちょっと開催ということで、お知らせでした。それではまた。